お疲れ様ですということで、今日も暑くてですね、外で動いていたんですけれども、マスクなしでもちろん動いていたんですけれども、水分補給ですねしたつもりだったんですけどね、本当に喉がカラカラになって、私いつも水分補給を怠ると声が本当にかすれてしまって出なくなってしまうんですよね。で、まあ今回もその症状といいますかね、本当にこう柄がカサカサになってしまって、で、まあ、数時間経ってちゃんと水分補給すれば元に戻るんですけど、まあ、そんな中でですね、まあ、梅雨も各地こう明けて、まあ、外で遊ぶ、まあ、私のこのチャンネルに、まあ、強引にこう紐づけるのであればこう外遊びですよね、に最適なこう季節になっているんですけども、本当にマスクでですね、熱中症、コロナの前に熱中症にならなければいいなってね、本当思いますね。で、ネットニュース見ててもですね、なんか今その新型、コロナオミクロン株XBB っていうのが今現在主流って、まあ、この読み方ちょっと正しいかどうかわからないんですけど、読み方も正しいかどうかわからないです。 XBB なのか違う名前なのかちょっとわからないですけども、で、なんか喉の痛みが出てですね、飲食難しくなると、それによって脱水症状出てしまうということでですね、で、その対処法としてスポーツドリンク、熱や喉の痛みを、抑える市販薬、自宅に常備しておいてくださいということですね。もう今その熱中症の患者さんとこう重なってしまうということが考えられるということですよね。いやー、これコロナ対策が裏目に出て、本当に熱中症で倒れないかどうか、なんかそればかり心配ですね。なんかそうやってこう、まあそのせいかは分からないですけどもね、気にしてると本当に毎日ですね、救急車、サイレン聞くんですよね、本当に毎日で、これ多分気にしているからだと思うんですよね。そういうのによくね、なんか、家族にその妊婦さんがいるとこう街を見てもですね、なんかいきなり妊婦さんが増えるとかですね、なんかこう赤い車が気になったら、なんか街中結構赤い車だらけだなとかですね、まあなんちゃら効果みたいなあると思うんですけど、なんか自分もそれに当てはまると思うんですよね。本当に毎日聞きますよ。まあたまたまそういった通り道なのかもわからないんですけど、もう1回最低でも1回、まあ、2回、3回、まあ、1、2回は毎日聞いてるサイレンをですね、聞いてると思います。そうで、まあお仕事をされてる方は、まあまあどうしても、せざるを得ないとかってあると思うんですけど、まあただ外でアクティビティする方に関しては極力、なんか外して体調管理、気をつけてほしいなって、もう勝手なというか余計なお世話なんですけど、いやーで、そう、ちょっと話それますけど、最近、まあ、あるデパートに、あ、デパートじゃないや、スーパーにですね、入ったんですけど、出入り口にですね、でかでかと看板がこう置かれてまして、まあ、そこにですね、まあ、入店の際はマスク着用のご協力をお願いしますと、まあ、そういった文言書いてありまして、いやーちょっと、ああそうきたかって、熱中症とか、まあどっちが、まあどっちもどっちなんだけどなって、いずれにしてもそのマスクがなんかこう命取りになんかならないかなって、まあ私は、まあ
ご協力ということだったんです、ね、でしたけど、私はちょっと、マスク持っていませんので、そのまま入ったんですけど、数ヶ月前にもそのお店入った時にですね、明らかにその時はマスクされている方多かったですね。半分以上、10人にどれくらいかな、7、8人くらいはマスクされてたと思います。ですけど、今回ですね、そういった看板、が出ているにもかかわらず、逆転してましたね。マスクをしていない方の方が多くて、10人中それこそ7人、8人いるかどうかって感じですね。明らかに2人に1人以上、2人に1人以上って言ったらあれか。ちょっと肌感覚なのでちょっと難しいんですけど、10人こうすれ違ったら、7人くらいかな、6、7人、マスクをつけていない、で、マスクをつけていない方同士が結構話し、本当大声で話してて、多分地元の方だと思うんですけど、でもですね、私は全然、嫌な気持ちはしなくて、なんか懐かしいなと思ったんですよね。今海行ってたり、外、他のスーパーとかですね、お店買い物に行ってて、あと外を見渡してもですね、マスクしていない方が、いて見かけるんですけど、その方見ても、慣れていたっていうのもある、慣れてきたっていうのもあると思うんですけど、懐かしいなって思わなかったんですね、今まで。いや、でも、今回のこのスーパーでの、本当の井戸端会議というか、結構喋ってたんですよね。10分近く喋ってたかな。なんかその立ち話が、本当にマスクなしで大声で、でも本当に懐かしいなって思いましたね。なんかやっと、言い方が正しいかどうかわからないですけど、なんかやっと戻ってきたなって感じが。完全にはもう戻らないのかもしれないですけど、なんかこうタイムスリップしたかのような、なんかコロナ前ってこんな感じだったな、社会ってって思いましたね。ちょっと話逸れちゃいましたけども、いずれにせよですね、暑くなってきますので、マスクが、予防がですね、命取りにならないことを、願うばかりということで、思ったことありましたので、記録しました。ということで以上。